うっす。帰ってきたぜ、トム・カイエト。ドゥッテドゥルドゥドゥッテドゥルドゥドゥ。ルンペンのハックに会ったかい？え、この人いたっけ？ルンペンのハック、ハックならこの森の奥でお腹を空かしていたよ。なんだと、ついに4人目の仲間、ハックが仲間になる時が来たのか。あの4人目の、あの、この伝説の4人の仲間のうちの一人が仲間になる時が来たのか。特に何も言いようがねえ、ハックに関しては。お、早いな、えらい早くすんだね今。そもそもこのトム、ジム、エミーに関してはまだ各々の役割が全然はっきりしてねえんだからな。誰が戦士で誰が勇者なのか、いずれあるんかさ、今みんな一緒だけど、いずれ差別化があるんか。エミーが例えば回復魔法を覚えたり、ジムがそのうち体力をちょっと消費して敵に 1.5 倍のダメージを与える必殺技を覚えたりとかさ、そういうのあるんか教えてくれ。てかここ位置関係的にはどこにあるんだ、ずいぶんこれ奥に行ける。おお前は、ヨウトム、宝探し。俺は腹が減って動きたくない。あ、そういうことか、わかった。おい、動くな。ここでパンが役立つということですね。渡す、品物を渡した。品物って、私物だろこれは、商品じゃなくて。何？パンをくれる。俺も仲間になったるがよ。加える。パン一つで釣られたと。こいついい家住んでんな。てか能力。ハック。お。おお。おお。まあでも、エミーの方がまあ強い。女の子の方が強いじゃねえかよ。てか、QP って何マジで ?QP がわかんねえよな。てか、ひさささってなんだよマジで。師匠。トム師匠。ハックになるか、ここは。いや、逆にエミーになるのがいいのかもしれん。女性に学んでいくのがいいのかもしれん。俺ら女性に学んでいこう、みんなで。よし、学んでいくぞ。でもトムは結構嫌がりそうだよな。トムは嫌がる。こんな奴に習ってられるかよ、つって。何すりゃいいんだ。よし。ヒップアタック中。やっぱり女の子は尻で戦うという俺の固定観念だ。女の子は尻で戦う。俺は昔の人間なのかもしれん。俺は昭和の人間だから。女の子は尻で戦うものだと勘違いしてる。てん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 。よし、これでやろう。一冊見る。えこれでええんか。三人でヒップアタックでナイスなんで、まずジムとハックが踏み台になって、何もない。ジムとハックが踏み台になって、そこをジャンプして、ケツで押しつぶすと。そういうことか。めっちゃ奥行け、こっち、右の方に行けるのこれ。もういいや、行くか。もうなんかごちゃごちゃとさ、村の中話してないんでさ、もうあれ飽きたわ。もう俺はもう冒険。大将。ついに大将が出てきたか。っていう風にならねえんだよ、なんかいまいち。カエルはいたじゃん、もっと。色違いの前にも。え、お前なんか、え、でかくねこれ。なんだこいつは。てか必殺使わんと。パス。パスってなんだ。俺一回休めたかや。なんだそれ。あのでかいやつはなんだ。あのでかいやつはなんだ。チップ。もうお前猿の旬は過ぎた、お前は。もう強くもなんともないぞ。これ何パスってこれ。てか、キャラは何だよ。ネタフリは何だ、出てる。新たなパートが、新パート。おお、アレンジ。なんだ今。ハックは正気に戻ったって言ってんだけど。おめえ、本当に正気に戻ったんか、ハック。なんだったんだよ、今パス。あ、そっか、パスか。何の意味があるんだよ、それの。攻撃食らわなくなるのかな、多分。おそらく。必殺使え。
お前は本当に正気に戻ったんだろうな、ハック。まだ脳をハックされてる可能性がある。こいつはいつクリスタルを奪えていくかわからんぞ、ハック。ドゥ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 。弁当で回復してるな。でも他の人もみん全然食らってねえからさ、どうなの、その弁当ってさ、その死者を蘇生する効果あるの？ゼロをさ、要するに1でも残ってれば多分回復するんだろうけど、ゼロのやつはどうなの？ゼロを1にする力があるかどうかだよね。ゼロを1にする力あるんかい？なんだ！船があればこの川を渡れるのにな。うわ、もうなんか冒険感がすげえな。あ？おい。え、ああよかった。今下ずっと押してたのに全然移動しなかった。ハマったのかと思った。危ない危ない。冒険感がすげえなって。俺ね、ほんとこのゲーム別に何も知らないもん。何なのか、何なんだこのゲーム本当に。それがよりね、この冒険感を増すんだよ、増していくんだよ。で、ユーがお前いつ必殺を成功させるんだよ。成功すること一生ねえだろこれ。お危ねえ、思うよ。てか、ハックが一回も狙われてねえな。見ましたか、皆さん。ケツから火が出た。どういうことじゃ。ただし魔法はケツから出る。これはもうヒップアタックではない。ヒップバーニング。もう一回見せてくださ、ダメージ表記出なくなかった？出てないよね、ダメージ表記が。え、ワンキルなの？ワンキル？格殺なのこれ。あ、死んだ。もうダメだ。さて、では実験をするか。果たして弁当でジムが生き返るのかどうか。死者蘇生の錬金術を開始する。禁断、禁忌とされているが、俺はこれだね。弁当でジムを生き返らせる。錬成するぞ、命を。さあ、どうだ。弁当で命は錬成できるのか。ゼロから1を生み出すパワー。見てください、実験は成功だ。弁当と透過交換でジムが復活したぞ。やったー、これは偉大な研究の第一歩となるぞ。なあジム、ポンって肩に手を、ジムの肩にポンって手を置いたら、その瞬間ジムはボロボロに崩れ落ちるのであった。実験は失敗か。ピサロ様に報告せねば。まだまだこの弁、ゼロから1を生み出す実験は、煮詰まっていなかった。もうどんどん行くぞ。なんだ！いえ、もう紫。ただ紫なだけ。もう行けるだろ、これで。行くわっていうか、いちいち戻るの嫌だわ、もう。いちいち戻りたくねえな、俺。てかさ、そこの町でもさ、回復できるようにしてくれよ、本当に。いちいち戻らないといけないからね、これ。大変なんだよ。それは分かれ、お前ら。よし。でも強くなってない、これ。なんか、おっさんがいたけど。おじいさん。イーストシティの近くにジャクソン島がある。そこにシルバー船長が一人で暮らしているよ。もう知らないな、そんな。どこに誰があるとか知らんもん。ちょいちょい強くなってるな。もうどこに誰がいるのか大して興味ねえんだよ、どうせ。俺には関係ない。俺たちは好きにやるぜ。もお、この道を行けばどこまで行くのか。おお、もうな、墓、墓だ。墓は何？これは掘るだな。掘れない。調べる。天使が伝えた。それはここで意味がないよ。こういうとこで使うコマンドだろうが。真ん中怪しいもん。うわ、やばいやばいやばい。逃げろ。よし。結構逃げは高確率で成功するから助かるわ。でんでんでってて。なんだ！船があればこの川を渡れるのにな。またかい。とにかく船がねえと何も始まらねえな。まあでも別に船じゃなくても、俺ここ以外のところもそんな
念入りに調べたわけじゃねえし。もう3匹やめて2匹なら倒すからさ。タフだな、コブリン。コブリンのくせに。てか、なんかもうカエルとかヘビとかそんなんしか出てこねえから、今んとこ。森の生き物しか出てこない、今。もっと頼むよ、メタルキメーラ。もっと頼むよ、刀を持ってきた敵とか出てきてくれよ。刀を持った亡霊とか。そういうのと戦わないと強くなねえんだ、こっちも。研ぎ澄まされねえんだよ。いや、ハックはぼちぼちやばいな。死にそうだな。もう生き返らせれねえかな。ドゥ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 。いいか、必殺技があるから、前。よし、そろそろジム主導の必殺技があってもいいかもしれん。これさ、さっき気づいたんだけどさ、飛びかかった時に、トムは飛びかからなかったんだよ。っていうことは、要するに弟子弟子にしたやつと師匠だけで技を行うんだよ。よし、ジム。お前は今日から、ハック、お前は今日からジムの弟子だ。決定だ。お前は今日から、ジムの弟子だ。必殺。バーニング。バーニングジム決めてやれ、お前のバーニングジムを。よしけ、バーニングジム、この木を燃やし尽くせ、この森ってか遠いな、本当にマジで。大丈夫か、こんなの。帰れねえぞ、こんなの。え、帰れねえ。もうそろそろやばいよな、俺。そろそろ俺らやばいぞ、やばい。俺らそろそろやべえぞ。え、これやばいんじゃねマジで。こんな奥まで行っちゃって。え、戻るべき。え、これ戻るべき。戻るべきなのかも。うわ、これやばい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 。これ戻るべきだ。やばい。戻ろう。これ絶対無理。いや、やばいやばいって。やばい。おい。急にラッシュをかけてきやがった。やばいぞ。生きて帰れるのか、これは。こいつら、今まで手を抜いていやがったんだ。俺たちを森の奥底に誘う、俺たちを森の奥底に誘うために。なんでこんなとこまで来てしまったんだ。俺はもう帰れないかもしれない。お前一人だったら倒すわ、さすがに。クズ野郎。一人だったら倒すわ、ヘビラ。ヘビラ一人ぐらい分けないぞ。よし、こうじゃん。あ、よかった、いけた。あぶねえ、あぶねえ。生還したぞ。多分ママ心配してるだろうから帰ろう。多分村のみんなも心配してる、俺たちがいなくなったこと。英雄気分でキロに着くか。小学生そのものだな、まるで。てかさ、薄ソースもいけんじゃね、そろそろ。いや、ダメか、まだ。だって今、まあまあ強くなったじゃん、最初に比べたら。いけるんじゃねえのか、そろそろ。もうだいぶ道を覚えたぞ。あれ？こっちじゃねえか。こっちか。あれ？こっちか。で、こっちだな、多分。よし。あぶねえ。疲れたなら休んだよ、ウキ。あぶねえ、死ぬとこだった。弁当くれ、弁当。よし。この家があるから俺は戦えるんだよ。まあ、こいつら家には返さなきゃな。トム、ジム、ハック。あれ？
あ、またなんか AP 上がってる、トムの44。どんどん強くなってるぞ。さっきのでレベル上がったか、さっきの一戦で。カレー食いてえな。カレーにレーズンの入ったカレーは食いたい。甘口の無性に食いてえわ。なぜかうちのカレーレーズンが入ってたんだよな。なんでだあれ、なぜ。まあうまかったけどな。どっちこっちか、もう一回。いやーでも結構戦われるようになったな、あいつら相手にも。だってあそこの敵って普通に強くてさ、太刀打ちできなかった。じゃああっち行ってみるか、ちょっと秋の方、秋ステージ行ってみるか。秋面に長えな。こっち行けば多分秋面に行く。知らんそんな。もう地名どこ行けどこ行けっつうのもうどうでもいいやもん。そこに行くための何かが手に入れなかったりさ、結局何も起こんねえんだもん。じゃあもう歩いて行くしかないじゃないか。モスバーガー食べに行こう。なんだかんだで、ね、モスバーガー食べに行くことにしました。ついでに QB ハウスで髪を切ろう、そう決めた私。大将、いやまだいいか、遠いし。髪切るのはもうちょっと後でいいな。全てを諦めました、全てを却下した。大将、全然いけるじゃん。なあ。全然いけるぞ。強くなってる。しかもこいつら倒して。経験値も高いだろ。だって最初のやったらいいの。見ろよ。45も暮らしたの。てかなんか、攻撃、火力の上がり方が高いよな、なんか。妙な計算式になってるよ、これ。ちょっとしか強くなってないのに、すげえ強くなってる。何かが倍化してる。基本的に殴るだけじゃねえかこいつな。もっとなんか、例えばエミーは味方の防御力を上げたりしてる。回復魔王を使ったりさ。お前魔導士だろ。例えばハックは敵から物を盗むだとか、そういうのあるやろ。何白いオーラ出してんだハック。その白いオーラなんだ。これはフケだがや言いそう。こいつ全体的に不潔だからな。ジム、なんだ。もういいよ。猿は猿、ヘビ、カエルはもういいんだよ。猿、ヘビ、カエルだ ばっかりじゃねえか、組み合わせ的にも。他にいねえのか。カヌーを作るでロープがいるけど持ってる。何ロープだと。ロープをくれ。私にロープをください。そうか、ロープを持って5人くらいいんだな。やっぱこれ、ヒントは森の奥にあるな。森の奥に行かないと何も始まらねえんだよな。ビリビリ、な、見てなかった今。ナマズ？ナマズの敵？どれ見せてくれ。ビリビリ。ビリビリ。見せろ、怖いよ。まあ、いいか。強くなったか。おー、強くなんねえ。なんでだよ。これ見てると強くなんねえんだよな。見てないで、外向いてると勝手に強くなるんだよ。そういうことなのかよとして。そういうシステムか。まあ、敵多いな。おい、バーニングジム行け、お前。こういう時こそバーニングジムだろ。よし。バーニングジム頼むよ。まあ敵が多いときは1回だけ使うわ。投資する価値がある。1回だけなら。2匹のときなんて別にな、普通に殴って終わるからな。必殺使わんでも。ドゥンテンテルン、ドゥンドゥンテテルン、ドゥテテルルルテテ。ここいいよな。アレンジが、アレンジが一瞬加わるところ。
いや、やっぱ全然違うわ、この音楽の行き止まりか。お、なんかいい感じに平均で減ってるな。いいぞ、この平均した減り方いいぞ。こういう減り方をしてほしい。理想の減り方をして、こういうのが一番いいんだよ。でももうちょっと一人二人死ぬまで放置しとくか。死んでからでいいんだよ。死んでからでいいんですよ、こんなの。ドゥ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 。まだまだ耐えれるぞ。耐えるんじゃ俺は。ドゥドゥドゥ。よし。いや、普通にここら辺の敵とも戦えるようになってる。ってことはもうウースソースも倒せるようになってんじゃないとしたら。あのウースソースも。もういいか、ぼちぼち。回復してやるか。回復してやるか、こいつら。ぼちぼちランチタイムだな。ランチタイムと行こう。おい、なんで強くなんねえんだよ。全然強くなんねえ。なんでだよ。なんでだよ。俺が見てると強くならねえ。じゃあ、弁当。ランチタイム。いいっすね。すべてがいいな、本当に。スクウェアのトムソーダ。すべてがいい。ドゥッ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 。あれ体力上がってる ?71 もなかった。71もなかった。うん、めっちゃ強くなってる。なんでこんな強くなった？え、おかしくね？飯食ってから強くなった？え、そういうことなの？飯食ったら強くなるの？こう蓄積した経験値が休憩時にバッと上がる感じ。何その斬新なやつ。でも体力あんな高くなかったもんね。きっとそうだ。そういうことなのか。あれ、こっち行った。あ、行ってもらえか。じゃあここはあのボートの人だけだな。まあ覚えたわ。ボートおじさんはここと。てか相当強くなってない、これ。これならウースソースも倒せるかもしれない。てか倒せるだろう、もう。さすがに。こんだけあればな。さすがいけるっしょ。4人いるしな。よーし。ついに分からせる時が来たようだな、ウースソース。分からせにかかるぞ、こちらへんか。いや、待って、いきなり戦闘が始まるから。休んでいこう。いきなり始まるからな。人ん家の前でテント張っていく。どけや、お前は。何なんだ。川を渡るにはカヌーがいるよ。知っとらんの。どけや、お前。おい、レレレのおじさんにありがちな光景。早くどけや。なんだこいつ。こっち入ろい。早く殺してしまうところだった、あいつ。こっちか。街がめちゃくちゃ広いな、本当に。おお、嫌がった。あ、こいつは別に素通りできんのか、これ。やい、トム、今日こそ決着をつけようぜ。望むところだ、お前。殺してやる。バーニングジムで行け。消し済みにしてやる、お前。あ、全然いける。これいけるっしょ、もう。別に倒せんわけじゃないだろ、別に。いけるだろ。もう全然いける、こんなの。逆転してんの、立場が。おい、今日からこの街は俺たちのもんだ。バーニングジム。いつ成功すんだよ、お前、それは。まあいい。バーニングジムしてろ、お前。いつ成功、うお失敗。反動が返ってきた。別に返ってねえけど。あ、でも倒した。何が失敗なんだよ、今。確実に火は出てたろ。わあ、覚えてろ。普通にうろうろしてるじゃないか、覚えてろって言った後に。わ、ペンダントをやるからぶたないで。消えた。消えてしまった。ペンダント。だってそんなペンダントが手に入れてもどうせ使えねえだろ、アイテムとして。なんかどっから誰かに交換するとかだよね、どうせ。じゃあいいや。てか今日はここまでにするか。ここまでにする。こんなもんでいいか。俺ね、マジでチビチビやりたい、これは。
そんな一気にガッてやらずに、ほんとちょっとずつやりたいよ。20分とかでもいいよ、全然。20分ぐらいでパート35ぐらいまでやりたい、俺は。俺のトム・ソーヤにかける情熱は本物だぞ。ドゥルドゥルドゥ。そして今日ハックも仲間になったしな。選ばれし4人のうち、ついに最後の4人目、ハックが仲間になった。見てくれ、これを。これが僕の頼もしい仲間たちです。選ばれし仲間たち。この4人で世界を救う、今から。世界を救す。世界を救うぞ。そして次々と事実が明らかになっていくんだろうな。例えばトムがどこぞの国の王子だったり、エリーが実は妖精の国、妖精と人間のハーフだったりであることを発覚したり、いろんなことがあるんだろうな。あれ、お弁当は？ボディーバーちゃん弁当もしある、よし行ってくるぜ。テント、いずれいろいろな事実が発覚するんだろうな。実は自分は人間ではなかったとか、作られた命だったとか。